イボイモリは、両生綱、優美木イモリかイボイモリ属に分類される有尾類。イボイモリ属の模式種。日本台湾に分布するとされることもあるが、確実な証拠はない。全長オス 15cm、メス 20cm。東道長オス7.5から 8.5cm、メス7.2から 10cm。頭部や胴体は扁平。小中線上に流気が発達し、 体側面には7から9本の竜気がある。肋骨に突起があり、体表に突出しい母状になる。体色は黒褐色だが、稀に赤褐色の個体もいる。獅子青の覆面、双排節甲、肋骨先端部の竜気は橙色。常緑広葉樹からなる自然林、虹林や草原、地匠などに生息する。年間を通して湿潤なこと、獲物となる。 無脊椎動物が豊富であること、産卵場となる捕食者のいない水場があること、これらの条件を満たした環境が生息に必要とされる。ミミズ、陸生の巻き貝、クモアラジムシなどの節足動物、甲虫などの昆虫などを食べる。繁殖様式は卵生。1から4月に水辺の落ち葉の中や苔で覆われた岩などに卵を産む。卵は1ヶ月で孵化する。妖精は、 自力で水場まで移動したり、雨水に流されて水場まで移動する。陽性は2から3ヶ月で変態し、陽体になる。飼育下では、メスが生後4年以内で生成熟した例がある。寿命は10年以上と考えられている。森林伐採や土地造成による生息地の破壊、ため池などの繁殖地の埋め立て、ホテルやゴルフ場の取水による土壌の乾燥化、 舗装道路での歴史、道路脇の速攻不摂による落下し、乾燥し、人為的に移入されたアメリカザリガニフイリマングースティラピア類などによる捕食などにより生息数は減少している。2021年に日本の個体群がワシントン条約付属書3に掲載された。日本では2016年に国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲。 上渡などが原則禁止されている。1978年に沖縄県、2003年に鹿児島県でそれぞれ県の天然記念物に指定されている。2017年の時点で沖縄県レッドリストでは絶滅危惧痛類と判定されている。絶滅危惧痛類、ありがとうございます。